しています。ドイツ代表は U21 ヨーロッパ選手権、競争、生き残り、ハングリー精神を持って臨む試合です。アントニオ・ディサルボ監督が率います。日本は大岩剛、 U22 日本代表です。4231、先ほど細谷と鈴木のコンビネーション、ユーロ、ヨーロッパ選手権も控えています。サッカー大国としての誇りを、あの戦いですよね、まあ、こういうところでね、はい、日本がそのドイツのキックオフでゲームが始まりました。最前線から勢いよく追っていきます、うん、鈴木唯人、注目の10番鈴木唯人。鈴木も戻る、敵の組み立て、ここは長いボールを使って9番の山田風紀、左利き、入り口を探しているのかなって感じに見えますが、ここに収まると攻撃に流れが出てきます、うん、ドイツアンカーのポジションに8番のカイテルが入っています。でトップにこの9番のヌガと前からプレッシャーをかけることができるか、そのあたりをポイントに挙げています。まあ、あとはこうして剥がされた後にまずはゴールをどうプロテクトできるか。クナウフ、ワンタッチが入った、うん、つなぎたい日本。ゲームメーカーです。右サイドバックのデュステルドルフの内野が上がってきた、ノーファールで奪う。もうかなりあの音、サポーター来てるなというのと、子どもの声がすごいですね。切り返してこぼれた、と鈴木さん4、ファインセーブ、ビッグセーブが出ました。いいね、ナイスセーブっていうところだったんですけど、このヌガンカムの身のこなしから、うん、これはもうやられたかというこぼれ球でしたけれども、まあ、ヌガンカムの男の個人のプレーは素晴らしかったですけど、この後のねしっかり、まあ、加藤もそうですしザイオンのねこのリアクション素晴らしかったですね。まあ大きいですねこれはね。いやこちらアリドゥもで自分の存在感スコアをもう存分にアピールしてもらいたいですよね。いや大岩監督はそのあたりのリバウンドメンタリティという話もしていました。ここも鈴木ザイオン、このヌガンカムの、はい、まあ、自分でターンして自分がゴールを目指すんだっていうプレーもそうですし、今のもそうですよね。上がってきています。近いサイドでコース変わって、そのビセック、もう一度コーナーキック。いやこの時間帯森岡さん、日本エリア、このボックス内にボールが入ると、まあ、制空権のところの戦いっていうのはかなり分が悪いと思いますし、はい、まあなるべくここに入れられないためにもできるだけ自分たちかけ続けたいですね。ここはショートコーナーで助かりました日本。右サイドバックのフィッシャーが上がって、クリューという FC 東京で、あここは鈴木優斗が奪った。さあスピード持ち味、カウンター。いやー何度か鈴木に立ち上がりからボールが入ってますね。伸びないだろうって感じだったと思いますよ。あれが届くわけですからね、素晴らしい能力ですよね。ドイツにグッとプレッシャーかけるときには来ますよね。そういうこの世代はセットプレーでも大岩監督のチームが指導してから得点を上げています。ここはちょっとやっぱり芝生の状態があるんでしょうかね。少しキックの精度を欠きました。かなり芝生が深めた風紀が戻りました。9番左サイドバックは長崎の加藤、明治大学の佐藤ケインが立ち上がりからこう守備でここでポンと跳ねましたからね、こういう中にもどう適応できるか、まあ、これもやはりヨーロッパで、まあ、世界でサッカーがね。コーナーキック2本目、今度は近いサイド、高さがある。遠いサイド、長身のアリドゥ、アリドゥ1メートル86センチということで、まあ、この逆サイドから1メートル、みんなの2枚ですねがまた空いてくるっていうところで、
何回かなこう縦パスを刺されてしまってるんですよね。なので、まあ、前試合ですけど非常にいい相手とやはりやれて素晴らしいですね。これおっと引っ掛けた強い内位置でアンカーを最初から消してしまうのかどうかっていうところも、前半中盤以降そのスピード感、鈴木優斗このドリブル、いいですよ、切り返したシュート来た、最初のシュート日本コーナーキック、左サイドに一つねものにしたいですね。キッカー鈴木唯人、遠ざかる軌道で旗が上がりました。ゴールラインを空中では守り人、この身のこなし、いいですね。鈴木唯人に入った山本たシュート、ビッグチャンスでした。ここ鈴木一回取られかけたんですけど、それをまたピックアップしていいコース行ったと思うんですけどね、本人来たと思ったと思いますけど、さあこぼれ球ドイツ、左利きのサイドバックカッターバッハからフリーになった、よく寄せていました。内野よく寄せましたね。緩いボールでザイオン触れない、掴みきれないという話をしていたんですが、切り替え素早くスルーパス、佐藤ケインのスルーパス、こぼれ球山田風紀、なかなかあのそうですね、まあ、ここしっかりこう中盤で相手からボールを奪って、まあ、強度高くいきましたよね。その時にこのシーンはカウンターからはチャンスを作っている日本、ここは深いところまで進入を許してワンタッチが入った、鈴木ザイオン立ち上がりビッグセーブがありました。奥山本からワンタッチが入った、いいコンビネーションで左サイドスペース引きつけて自分でいった、痛くなるところありますけどね、もう自分が行くんだというこの鈴木唯人、うん、もう結果を出すんだっていうところ、まあそういう気持ちの表れだと思いますが、いろいろな立ち位置変えてきて、それにこうするかのように周りの選手もね連携してきますね。突破力あるクナウフからんとコース変わった、よくかわしましたね。このヌガンカムが強さがある、ペナルティーキック奪われないキープ力、強いですね。まずまあここの体の使い方、うまさと内野が足をかけてしまいました。そうですね、内野からしたらボールにもちろん足を出し、先制、前半の40分ヌガンカムの右足、ホームフランクのキックになりましたね。まあ、ここで少し踏み込みとタイミングも、踏み込みのタイミングを少しずらすことでキーパーの前、まあ、にさせなかったと。日本が流れを引き寄せようかというチャンスを作ると、その後ドイツがチャンスを作ります。遠目から狙った、うん、いやと詰めていたんですが、ゴールキーパーアーティボルの好セーブ、ね、このまあ左足非常にこう武器として、ニアサイド、うん、コース変えた、フリーだー、同点、セットプレーで追いつきました日本。いやー、やり返しましたね、すぐに追いつきました。佐藤ケインか、アウトスイングでちょっとうまくいかないなっていうところがあったところで、はい、インスイングに変えましたよね。まあ、これで身長で上回るドイツから点を取った。セットプレーはあの年齢制限のない日本代表はなかなか語る、クナウフもキレがあります。いいタックルでしたね、ノファル、うん、川崎ボールダッシュ能力、ボール回収能力、まあ、このあたりはね、まあ、この年代では川崎抜けてるもの、まあ、これ技術的にも素晴らしく高いスライディングタックルですよね。しっかり気の配ったというかタックルでしたね。ノーファールで奪いました。おっと、ここは押したという判定、
いや、大岩監督もジェスチャーが大きくなってきました。川崎颯太、京都 U18 出身、先ほどミドルシュートを打った山田風紀でコースを変えた西尾もなかなかリーグ戦そうですね、まあ、勇気を持ってその後ろからつないでフィッシャーに変えてアスタを入れています。ドイツ2部のグロイターフィルトでプレーする選手です。こぼれた、抜いた、ゴールキーパー前に出ている、ビッグチャンス、逆転日本。後半立ち上がりファーストプレー、まだ17秒、細谷、いやー最高の入りをしましたね。メンバーがドイツが変わったところでしたね。変わったところというところでね、変わったそのアスターのところでしたかね。そうですもんですよね。なのでこう、そう、これは後半から入ったアスタのクロス、こぼれてきた、フリーだー、同点に追いつきましたドイツ。後半の3分を過ぎたところ、いやすごい展開になってきましたね。点の取り合いになってきました。いやアスタとしては先ほどのミスがあって、それを挽回するクロス、そうですね、あのミスからガタガタっと来るかなっていうふうにも思ったんですけど、ここで前ボールになりそうってところでアスタ動きましたよね。メンタリティの強さ、細谷のシュート、いや日本も負けてないですね。そうですね、どちらも積極性が出て試合としても見応えのある展開になってまいりますが、前線はパワフルなドイツ、ヌガンカム強引に打ってきた、背負いながら打ってきました。掴みに行ったわけですよね、その時に一瞬こうセンターバックが抜けをちらつかすだけで相手が下がりがちになるので、はい、おっとまたヌガンカム、うわ開いた開いた、鈴木財音、腕が伸びてきました。素晴らしいですね、まあ、今決して西本対応がここですね、最初にしっかり体を入れようとして、はい、プラスまだ来そうなのでスライディングで逃げようとした、まあ、それをもう集結、人数かけて守るってところもうまくやる。おっと、いや森岡さん、また書いてるから日本からすると嫌なサイドチェンジのボール、そして川崎に代わって藤田、ジョエル、千葉ということで、ヴェルディユース出身同期の2人の我々のこの年代の頃とはもう、おっと、開いた、鈴木財音、冷静、再びフセイン・バシッチのところにボールが来ました。少し嫌なボールになりましたよね、ゴール向きに対応していたので、そのこう逆にマイナスのボールにここ足出なかったんですけど、ただ最後までこことスタンダードを高くしていく、ボールをまず奪ってなんぼだっていうようなところの部分はすごい局面で感じますね。立ち上がりこそね、ここも縦に行きます、反転した、開いた、細谷、そうなんですよね、危険なところに入れてきます、ゴールに向かってゴール、この球際プレーしている選手、21番、そうですね、感じますが、クラスのところに入っちゃう、はい、まあ、こういう選手と対峙するマッチアップすることによって得られる経験値は、でシャルケのクラウス、スルーパス、アスター、ここに開く、いやこのマイナスのボールの、日本からするとあの対応というのはどうなんでしょうか。基本的にクロス対応、あのボールの位置、ボールのラインまで、はい、あの左サイドバックの加藤が座り込んでしまいました。右の学生、法政大学の追加招集、今野伊吹も求められるようなところありますし、逆に言えば変わった選手たちはより自分の味を鋭く入れてきて、フリーになっていました西尾、頭をかさあ、ここまで来ると森岡さん、勝ちたいですね、勝ちたいですね、勝ちを意識した、おっとこれはでも少し前がかりになって、鈴木財音、今日はこれで何点目になりますか、セーダゴールはですね、このシュートストップも含めて、ちょっとこのゲーム組み立てていたカイテルもベンチに下がりました。裏一本、前線の顔ぶれも変わっている、レベリングのシュート、キャッチしました鈴木財音、
ブンデスリーガ3位と上位につけるユニオンベルリンで今シーズンゴールを決めている選手。もう代表監督も見に来てて、そうですね、負けるわけにいかないと飛び込んできた。よく体を寄せていた、体当てましたね。いや今日はうますね。一度のこの守備の献身性というかしっかりポジショニングを取ってるか。下がって13番のオスターハーゲが入ります。浅野拓磨のチーム時間少なくなっては来ていますが、楽しみな選手がピッチに送り込まれました。湘南の平岡太陽はリーグ戦2得点を今シーズン。鈴木ザイオン安定感があります。そして裏に抜けてきた木村雄大、京都さんが縦に行った。松村ものも飛び込んでいる。コーナーキック、いや追加招集の木村突破力だったですね。相手のカバーがインサイドにいたっていうのがあったのでね、はい、縦あまり低く鋭く、またコースを変えた。前半同点ゴールと同じような形を作ってきました ね、まあ、ここに来てねドイツがこうかなり構成を仕掛けているのでなかなかボール入らないですけどね、ま、今もね日本が前線からいいプレッシャーかけたんですよね、はい、ただここでね本当に一つ二つ、さあ西川潤、うん、集中力高いドイツ。カタールワールドカップではドイツペナルティーキックで先制、その後日本逆転。いつもやってるプレーなんだよっていうようなね、そういうのを感じますね。ワールドカップ以前から僕らの世代はヨーロッパの強豪と対等に戦えるという意識を持っているというふうにも話しました。その言葉通りの分台に入りました、はい、あーここで試合終了の笛。日本勝ち越しはなりませんでしたが、それでもドイツ相手にアウェーゲームで2対2の引き分けているというところで、しかも今日はハンジフリック、年齢制限の